ご視聴ありがとうございます。前回の続き。今回は、セガのメガドライブ誕生を、ご紹介します。おお懐かしいね、メガドライブ。メガドライブは、1988年に、発売された、セガ史上最も成功したと言われる家庭用ゲーム機だよ。メガドライブが革新的だったのは、家庭用ゲーム機では初の、16ビットの CPU を、搭載したことと、ゲームサウンドに FM 音源を、採用したことなんだ。しかし、低価格な家庭用ゲーム機に高性能な16ビットの CPU や FM 音源を搭載することは簡単なことではなかったんだ。今回は、打倒、任天堂に燃えるセガのメガドライブ開発奮闘記をご紹介します。セガの戦略会議。どうしても任天堂に勝てないな。1年ごとにマーク2とマーク3、そしてマスターシステムと投入してみたが全く、歯が立たない。こうなったら、もっと圧倒的なパワーで、ファミコンをネギフしましょうよ。というと、ファミコンが8ビット CPU なら、こっちは、16ビットでできます。16ビットの CPU、いいね。我が社のアーケード部門が、16ビットの元ローラの68系を、使ってますから、68系でいきましょう。よし、圧倒的な CPU パワーでファミコンをねじ伏せよう。セガは1983年に、家庭用ゲーム機の SG-1000 を、発売した後、翌年にはマーク2、85年にマーク3を、発売する。そして、87年にはマーク3を、パワー、アップさせた、マスターシステムを発売するんだ。セガは毎年のように、家庭用ゲーム機を投入するんだけど、ファミコンの牙城を崩すことはできなかった。そこでセガは、アーケードゲームのノウハウを、活かして、圧倒的な CPU の、性能でファミコンをねじ伏せることを、計画するんだ。ということで、16ビット搭載の家庭用ゲーム機の、プロジェクトが動き出した。SG-1000 から数えて5代目の、家庭用ゲーム機ということで、コードネームは、マーク V、後のメガドライブだよ。おーかっこいい、コンバトラー V みたい。セガ、ハード開発会議。今回の家庭用ゲーム機の、開発には、ファミコンを圧倒する16ビットの、CPU を採用したいんだよ。16ビットの CPU ね、いいですね。しかし、元ローラの CPU の68系は、仕入れ価格が、3000円くらいしますよ。そうなんだよ。アーケードゲーム機なら、1台100万以上で、売れますけど、家庭用ゲーム機では2万円前後で販売しなければなりません。そうなると、CPU の仕入れ価格は500円以下でないと難しいですよ。まさか、5万円以上の家庭用ゲーム機を作っても、売れませんしね。そうなると、モトローラーと交渉するしかなさそうだな。ということで、セガは16ビット CPU の68系の製造元であるモトローラーに、値段交渉を、することにしたんだ。セガとモトローラーとの商談。いつもお世話になっております。モトローラーさん。実はご相談があるのですが。ご相談と言いますと。はい、実は今、新しい家庭用ゲーム機を、開発中なんですけど。それで、我が社のアーケード部門が、採用している、御社の68系を採用したいと、思っているんですよ。そうですか、ありがとうございます。それでですね、家庭用ゲーム機の場合コストが、非常にシビアなんですよね。なるほど。そこで、ご相談なのですが。何でしょうか。68系を一つ、300円で仕入れたいんですが。え？いや、ちょっと難しいですよ。市場価格の10分の1で下ろすのはちょっと。そこをなんとか、お願いできないでしょうか。いや、68系は、今市場で十分売れている商品ですし、300円というのは難しいですね。ということで、モトローラーとの68系の、価格交渉は、全く交渉にならなかった。モトローラーにとってはベストセラーの、CPU である68系を、無理して低価格で販売する必要がなかったからなんだ。メガドライブピンチー。セガは、モトローラの68系を販売していた、日立をはじめ様々な会社と、交渉を、してみたんだけど、全く交渉にならなかったんだ。市場価格の、10分の1だもんねー。メガドライブの開発プロジェクトは、最初から暗礁に乗り上げてしまった。あらー。そんなある日、セガの開発部の打ち合わせ。CPU の価格交渉は、全く進みませんね。今さら8ビットの CPU を搭載してもインパクトないですしね。やっぱり、16ビットの方がいいよな。どこか安く売ってくれる会社ないかな。たか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 。部長、68系を製造している会社が見つかりましたよ。何？シグネティックスという会社なんですが、日本法人があるみたいですし、交渉してみませんか？よし、早速連絡だ。セガは、68系を製造している会社から、価格交渉で断られ続けている中、シグネティックスという会社が、68系を製造していることを、聞きつけたんだ。
セガは一抹の希望を託して、シグネテックスという会社との、商談に挑んだんだ。セガとシグネテックスの商談。セガのハード部門の開発責任者の、佐藤部長。シグネテックスさん、わざわざお越しいただきましてありがとうございます。実は、新しい家庭用ゲーム機の、開発268系の採用を、検討しているんですが、御社が68系を製造されていると、聞きましてね。ぜひ、お時間をいただきたいと思って、連絡させていただいたんですよ。シグネテックスの日本法人支社長。そうですか。確かに我が社では、モトローラーの68系を、製造しています。それでですね、実は家庭用ゲーム機というのは、価格が重要なんですよね。価格ですか？いやー、我が社のアーケード部門でも68系を、採用しているんですが、アーケード機の場合、台数は少ないんですが、なんせ販売価格が数十万もするもんですから、CPU の価格は、それほど重要ではないんですよ。ところが、家庭用ゲーム機の場合、数十万単位の出荷台数があるんですが、価格が、低価格でないと売れないんですよね。なるほど。我が社の家庭用ゲーム機はこれまで、8ビットの CPU を採用してきたのですが、今度の新しい家庭用ゲーム機には、16ビットの CPU を、検討しているんですよ。それで、御社にお力添えいただけないかと、思いましてね。そうですか。我が社がお役に立てれば幸いです。それで、ご相談なのですが、御社の 68K を、一つ300円で仕入れたいんです。300円ですか。いや、それはちょっと、破格な値段ですね。それじゃあ、30万個仕入れますから、いかがでしょうか。30万個ですか。うむ。いや、申し訳ない。私の一存では決めかねますね。それなら一つ、私からご提案があるんですけど。提案ですか？佐藤さん、我が社のアメリカ本社に、来ていただけないでしょうか。本社のアメリカ本社ですか？そうです。我が社の本社の責任者なら、本社のご要望する価格の、交渉ができるかもしれません。シグネテックスにとっては、セガからの、68系の大量発注は魅力的なものだったんだ。しかし、外資系のシグネテックスの、日本法人では、大口案件の決済ができなかったんだ。そこで、シグネテックスの支社長は、アメリカ本社の責任者との、直接交渉を提案したんだよ。そうすれば、セガの要望する、数量と価格の条件を、引き出せるかもしれないと思ったんだ。こうして、セガの開発責任者の、佐藤さんはアメリカに渡り、シグネテックスと68系の、交渉を、することになったんだ。セガとシグネテックスとのアメリカでの、商談。シグネテックスのアメリカ本社、セガの開発責任者の、佐藤さんは、シグネテックスの責任者と、面会する。シグネテックスの責任者。わざわざ、渡米いただきましてありがとうございます。日本の支社長からは話を、聞いています。我が社の 68K を採用したいとのことで。佐藤さん。そうなんですよ。御社の CPU を、一つ300円で仕入れたいんです。30万個買い取りますから。うむ。ちょっと待っててください。シグネテックスの責任者は、しばらく商談の席を、離れてどこかへ行ってしまった。セガの開発責任者の、佐藤さん。交渉は決裂かな。シグネテックスがダメなら、メガドライブに16ビットの、CPU を採用することは、無理かもしれないな。そうなると、任天堂に勝つのは難しくなるな。しばらくすると、シグネテックスの責任者が、商談の席に帰ってきた。お待ちいただいて申し訳ございません。確かに御社からの 68K の大量発注の提案は魅力的なことです。しかし、販売価格が今の相場からすると、破格の値段なんですよね。我が社は、幹部たちと検討を重ねた結果、佐藤さん、OK、あなたの条件で取引しましょう。こうして、佐藤さんは、68K を300円で、仕入れる条件を、取り付けることができたんだ。そして、佐藤さんはシグネテックスとの、取引契約をする前に、セガの中山社長に最終決済を、仰いだんだ。中山です。中山社長ですか。大佐藤君か。社長、実はシグネテックスから、68K を300円で、仕入れる条件を引き出せたんですよ。お、いいね。その代わり、30万個買い取ることが、条件ですけど。何？ 30 万個。在庫になったらどうするんだ。私が、責任持って30万個さばきますから、もし在庫になることがあれば、私が秋葉原の小売店へ持って行って、売りさばきますから。わかった、よ。ということで、セガの中山社長は、もしメガドライブの開発に、失敗してセガが 68K の、大量の在庫を抱えても、開発責任者の佐藤さんが、
責任を持って在庫を、裁くという条件で、シグネティックスとの契約に、OK を出したんだ。これで、セガの新しい家庭用ゲーム機である、メガドライブには16ビットの、CPU である、68K が搭載できるようになったんだ。すごい。1980年代の、家庭用ゲーム機はまだ、8ビット CPU の時代。セガが、16ビットの CPU 搭載の、ゲーム機を発売できれば、任天堂のファミコンに対抗できる大きなアドバンテージを、得ることができるんだ。ラボル、ファミコン。メガドライブのゲームサウンドの、開発。そして、メガドライブで画期的だったのが、ゲームサウンドなんだ。ゲームサウンド？1980年代の、家庭用ゲーム機では、ゲームサウンドであるサウンドチップに、PSGK のチップが利用されていたんだ。ファミコンのピコピコ音？そう、セガはメガドライブで、シンセサイザーなどの電子楽器で、利用されていた、最新のサウンドチップである、FM 音源チップを検討していたんだ。セガの FM 音源チップの、採用は、アーケードゲーム機のハングオンや、アフターバーナーから始まり、家庭用ゲーム機では、主に海外で発売されていたマーク3の、アップグレード版である、マスターシステムから採用されていたんだ。そして、メガドライブでもセガは、FM 音源チップを採用したんだ。ところが、セガが初めて FM 音源の、チップを採用しようとしたとき、製造元であるヤマハとの、交渉は難航したんだ。そんな、セガが初めてアーケードゲーム機で、FM チップを採用したときの、逸話をご紹介します。セガとヤマハの打ち合わせ。ヤマハさん、ぜひ、我が社のゲーム機には御社の、FM 音源チップを使わせてください。いや、実はそれが難しそうなんですよ。難しい？どうしてですか？いや、御社と取引している半導体事業部は、ぜひ提供したいと言っているのですが、FM 音源のライセンスを、所有している楽器事業部が、反対しているんですよ。音楽事業部が？どうしてです？いや、音楽事業部としては、御社のゲーム機に FM 音源チップが、搭載されると、我が社の音源チップが、市場に大量に出回ってしまう。まあ、そうですね。そうなると、大量に出回った音源チップを、利用して、模倣品のシンセサイザーが、大量に出回るんじゃないかと、心配しているんですよ。そうなんですか。ライセンスを所有している、楽器事業部が首を縦に、振らないものですから、半導体事業部がチップ開発できない状態なんですよ。そうですか。これは困りましたな。当初、ヤマハの音楽事業部は、セガのゲーム機への FM 音源チップの、供給を、反対していたんだ。そこで、ヤマハの川上社長が、社内を説得して、ようやく FM 音源の搭載が、実現できるようになったんだ。実は、このメガドライブの FM 音源チップの、採用には、後日談があるんだ。メガドライブが、世界中で、大ヒットしてから、数年後のこと。セガのハード開発の責任者だった佐藤さんと、ヤマハの音楽事業の部長が、会談する機会があったんだ。ヤマハの音楽事業部長。いや、あの頃は、セガさんのゲーム機に我が社の、FM 音源チップを出すの、出さないので、社内はすごく揉めたんですよね。まあ、川上社長のご利用しでうちの、事業部はなくなく提供したんですけどね。あの時はほんと困りましたよ。実は、あの後御社のメガドライブが、世界中で売れたでしょう。そうすると、FM 音源は、いいねっていう評判は広がりましてね。特に、パソコンの音源チップの需要が、膨れ上がったんですよね。そうなんですか。当時、人気のあったパソコンのサウンドボードの、サウンドブラスターでもうちの、FM 音源チップが採用されましてね。セガさんのメガドライブのおかげで、我が社の FM 音源チップは大繁盛になりましたよ。本当に感謝してます。FM 音源チップは、メガドライブの発売された、1980年代後半に、爆発的に普及したんだよ。メガドライブが、FM 音源の普及を、後押ししたとも言えるんだね。メガドライブのデザイン。セガは、いよいよメガドライブの外観デザインに、取り掛かる。メガドライブのデザインって、かっこよかったよね。ところがメガドライブのデザインは、日本と海外ではデザインが、違うんだよ。そうなの？メガドライブのデザインにも、いろいろな逸話があるんだ。セガはメガドライブのデザインを、家庭用ゲーム機のマスターシステムなどを、手掛けていた、ソルクスという会社に依頼したんだ。1980年代の、後半は、オーディオブームの時代、システムコンポや CD プレイヤーなどのポータブルオーディオなどが流行っていたんだ。そこでセガは、メガドライブのデザインを、当時、流行していた、ポータブルオーディオをイメージした、デザインにしようと思っていたんだ。セガとソルクスとの打ち合わせ。今回の家庭用ゲーム機は、今、流行っている、ポータブルオーディオのイメージにしてほしいんですよね。CD プレイヤーのイメージがいいですね。わかりました。それと、今回のゲーム機は16ビットの、CPU が売りなんです。
できれば、16ビットの文字を大きく、目立たせるようにして、金色で一目を引くようにできますかね。やってみましょう。ということで、出来上がったのが、このメガドライブです。かっこいい。セガは、メガドライブを北米やヨーロッパ、南米など、世界中で発売する予定だったんだ。特にアメリカは、最も大きなゲーム市場だったので、アメリカのゲーム市場に詳しい、セガオブアメリカにもデザインの、意見を聞いてみることにしたんだ。セガ本社とセガオブアメリカ。セガ本社。これが、新しい家庭用ゲーム機の、メガドライブです。セガオブアメリカ。この黄色の16ビットの、文字は何ですか？黄色？このデザインではアメリカでは売れませんよ。この16ビットの文字を、小さくして、文字はグレーにしてくれますか？グレーにですか？欧米人にはメガドライブの、16ビットの文字はゴールドではなくて、黄色に見えるんだよ。だから、欧米では商品にゴールドは、あまり使わないんだ。黄色に見えるからかな？文化の相違だね。かっこいいと思うんだけど。そして、商品名もメガドライブではなく、ジェネシスになりました。ジェネシス。メガドライブの発売。こうして完成したメガドライブは、1988年に発売される。1980年代後半の家庭用ゲーム機は、CPU は8ビット、サウンドはピコピコ音の PSG 系音源の時代に、16ビットの CPU と、サウンドに FM 音源を搭載したメガドライブは、画期的なゲーム機だったんだよ。すごいメガドライブ。しかし、スーパーマリオやドラゴンクエスト、そしてファイナルファンタジーなど、魅力的なゲームが揃うファミコンの、シュアを奪うことはなかなかできなかった。そして、1990年には、任天堂から、ファミコンの次世代機であるスーパーファミコンが、登場する。おお、スーパーファミコン。日本国内では、90年にメガドライブの、出荷数は、ピークを迎え、年間70万台を、出荷するんだ。この年のハード出荷数は、ファミコンが136万台、PC エンジンが127万台、スーパーファミコンが66万台と、熾烈な競争を繰り広げる。しかし、国内の累計出荷台数は、スーパーファミコンが1714万台、PC エンジンが584万台、そして、メガドライブは318万台の、出荷台数だったんだ。あら。日本では、結局、任天堂のスーパーファミコン、そして PC エンジンにも、メガドライブは勝つことができなかった。しかし、最大のゲーム市場である、北米市場では、ソニック・ザ・ヘッジホッグの登場などもあり、32ビットの家庭用ゲーム機が登場してからも、メガドライブは16ビット家庭用ゲーム機として、息長く販売され続け、北米では1500万台以上も出荷されたんだ。すごい、1500万台。しかも、ヨーロッパでは800万台以上が出荷され、南米では現地製造により価格を抑える戦略が大当たり、2000年代まで出荷が続けられるほどのロングセラー商品になるんだ。メガドライブは、全世界で3074万台も出荷され、16ビット機家庭用ゲーム機としては、世界シェアの 45% を獲得し、任天堂のスーパーファミコンと互角の戦いを演じたんだよ。しかも、国によっては、任天堂のスーパーファミコンより高いシェアを獲得した地域もあるくらいなんだ。そして、メガドライブは世界中で長く愛されるゲーム機となり、セガの歴代の家庭用ゲーム機の中で、最も成功したゲーム機となったんだよ。メガドライブすごい。最後に、メガドライブの名作ゲームをご案内して、今回の動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ガンスターヒーローズ。CRYING、亜生命戦争。コントラザハードコア。サンダーフォース3。シャイニングフォース、神々の遺産。ソニック・ザ・ヘッジホッグ。ヴァンパイア・キラー。モンスター・ワールド4。